巨人の中田翔内野手34月1日、自由契約選手として公示された。獲得を目指す中日は即アポイントを取り、比較交渉の場を設ける。ドラゴンズは日本ハム時代に馴染みのある背番号6を提示する予定で、立浪和義監督54が直接出馬し、熱意を伝える。条件面では巨人と同程度となる2年契約、年俸3億円程度を準備するとともに、背番号6を提示することも判明した。さ、これで中田復活したら立浪の見る目の凄さよな。逆に阿部の見る目のなさやばいな。中日確定か。同一リーグに大物を無償で放出するの近年マジで見なかったよな。相当な戦力ダウンになると思うが巨人がどうなるかやな。中日5位になったら神のように崇めたて祀られるな。普通に復活するだろうな。バンテリン得意だし。すげえやん。巨人より金あるだろこれ。割とマジでもう終わってる。おっさんに2年6億払うのが中日クオリティ。ネックは関東圏の球団が手上げるかどうかだけやろ。巨人の3年9億8してるんやからスタメン確約以外の条件は関係ないわ。中田阿部より立浪と野球したい。要するにこういうことよな。巨人勝ちで逃げられたんか。わーいだけで話が進むなら岡林でホルホルできるだろ。できないから獲得するんだよ素人どもが。これで中日5位になったらどうすんねんマジで。投手陣の崩壊の方が問題に見えるけど、なんで放置してるんやろ。巨人ファンって中田の方が足か言わないけど、それ以下しかいないから相対的にマシになるって視点抜け落ちてるよな。普通に補強だわ。ファースト欲しいなら西武と契約結ばなかったマキノン取ればいいのに。絶対中田よりいいわ。中田獲得できたら5位本当にありえるな。これこんなのうますぎるわ。人的保障いらんからな。中田復活したら巨人ファンからクソほど叩かれるやろな。阿部中日ファンって中田この値段で獲得マジで喜んでんの。やっぱ10年クライマックスシリーズ行ってない球団のファンは違うな。現役のためにチュミドラと立浪に復するのは本意じゃないやろ。ロッテが出てきたら多少安くても即決やろうに。